We are Laser。はい、2列になった上で一歩ずつ前にお進みになってください。会場内のビッグさんのお客様、いらっしゃいませ。お待たせいたしました。お待たせいたしました。会場内にビッグさんのお客様、テレーザ頑張れ。はい、ありがとうございます実は最初のベンディさんの方をご支援したんですけど、やはり女子サッカーの環境みたいなものがやはりまだ足りてないっていう意味で、Wィーリーグ開幕前に長谷川優衣選手、清水梨紗選手のプロ契約をサポートいただいたのも皆様の記憶に新しいかと思います。その理由というのは、そうですね、長谷川選手、清水選手、その前は大学生 で、はい、でベレーザの試合に出ていて、ですごいいいプレーをしていたと。で大学を卒業するにあたって、でその時はまだプロ選手っていうのはすごく限られた存在で、多くの選手が働きながらその、プレーを続けていると、まあ、それが基本的な女子サッカーの環境であったと。でもこの2人にやはりサッカーに集中してほしいと。で日本の本当宝だと思ったので、この選手たちに集中してサッカーをこうしてもらうにはどうしたらいいか、それだったら我々が、プロ契約をサポートしてプロ選手になってもらって、本当集中してやってもらおうじゃないか、まあ、そうすることで、まあ、女子サッカーのそんな何ですかね、光る、2つの星みたいな形で、少女たちが憧れ、それがまた広がりにつながってくれればいいな、まあ、そんな思いからですね、そのプロ契約というのをサポートしたという経緯です。
小野社長、よろしくお願いいたします。お願いします。小野社長、ありがとうございました。どうぞ今一度大きな拍手をお送りください。はい、行きます。はい、行きます。まずは前半21分、ビルドアップ、ボールを奪って田中美奈、左足先制点。そして続いて前半30分、成宮がボールを奪って最後伊藤のシュート。これはね、野田選手は非常にいいパンチをしましたけれども、いいセーブしましたけれども、さあこれ2点目のシーンです。コーナーキックのこぼれ球拾って竹重がつないで最後坂口。前半終えて2対0、神戸リード。後半のシーン、植木のヘディング決めたかったですよね。坂口、中島つないで最後坂口。さあそしてこちらベレーザの得点シーンです。清水から逆サイド、宮川のヘディング。選手冷静でしたよね。ヘディングのコースも非常に良かったと思います。そしてこちら木下がテクニックを見せます。これはうまかったですけど、やっぱり山下選手の壁は厚かったですね。この計算し尽くされたタッチが本当にすごいですけれども、山下選手シュートを狙っていった。ウェディングだね。2021-22ヨキボ B リーグ第16節、日テレ東京ヴェルディベレーザ対アイナク神戸の一戦は1対3でアイナク神戸が勝利しました。